皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。岡山のマー君です。アロハッピー。はい、今回が98回目の配信となります。で、前回はですね、エンディングノートのエンディングドラマで、こちらでですね、秋山ですね、まあ、秋山とは、再会という形になりましたね。まあ、秋山自体がね、もうすでにあの桐生さんの存在自体をもう確認してしまったということなので、まあ桐生さんの目の前に現れたということになりました。で、まあ、秋山は、まあ、今後、まあ、桐生さんの、まあ、桐生さんというか伊達さんの力になるということでね、で次がですね、遥と春人と会うという形になっているので、まあ、その時に秋山が何か力を貸してくれるんじゃないかなという状況です。で、まあ、今回はですね、まあもう偉人帳でやり残したことはもうないので、マップ上ではないので、もう神室町にちょっと行こうかなと思います。で、神室町に行ったらまた何かあるかもしれないので、ちょっととりあえずは神室町に行こうと思います。ではよろしくお願いいたします。どちらまで行かれますか？じゃあ、神室町へ。神室町天下一通り、眠らない町、神室町か。相変わらずの賑わいだな。桐生さんには思い出の町なんでしょ？なら、いろいろ回りたいとこもあるんじゃない？まあな。準備がてら少しめぼしいところでも回ってみるか。はい、ということで神室町で準備を整えるということなのでね。って言っても、でも神室町でももうそんなにすることってないんじゃないかな。ここに一つ追憶スポットがあるぐらいかな。うん、なのでじゃあそこの追憶スポットだけ回ってみるか。ここが目的地になってる。ここアルプスの前だけど。まあいいや。じゃあとりあえず、水浴スポット行ってみようか。どいてどいて。答えて。せ。え。まさか。もう。はい。もしもし。伊達だ、桐生。大事な話がある。今、時間作れるか。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ？そうだな。ちょっと待ってくれよ。すまない、もう少し待ってくれ。そうか、わかった。時間ができたらハーバーライトに行ってくれ。着く頃にこっちからまた連絡する。じゃあな。着く頃にってそんなのがわかるのかい。何、キルさんに GPS でもつけてんのかい。で、どこだ、強くスポット。この上か。何でもできそう。あ、あった。ここか。スカイファイナンスか。無利子、無担保、無期限で金を貸す謎の金貸し。それだけ聞けば都市伝説みたいな話だな。確かに。だがその社長、秋山には信念がある。金で人生が変わるならその力になりたいと。大した男だ。だがその秋山の再起のきっかけがどうやら俺だったらしい。まあただの偶然ではあるんだが、ふっ、悪い気はしない。そうだな、秋山のように意図せず俺のしてきたことが誰かの助けになっていた。そんなことが他にもあるのかもしれない。こんなことあったな。もしそうなら俺の人生もそう悪いもんじゃねえのかもな。ああ、そうだな。不思議な金貸し。金で人を救う男、秋山俊。誰よりも金に振り回せてきたあいつだからこそ、金の力というものを痛感しているのだろう。こういうやつがこの町にいてくれたことになぜか俺が少し誇らしい気持ちになる。なぜだろうな。ああ。なるほど。で、ちょっと危ねえってよ。じゃあ、どうすんだこれ。陣長に戻ってもいいんだけど。まずは中央通りでも行ってみようって書いてあるから行けばいいのかな。いや、ちょっと、ハーバーライトに行くと、もう、はるかと会うことになるから。邪魔すんじゃねえ。後悔するなよ。おい、
それより先にやっておきたいこと。相手に回るんだな。よし、まあ、あれあそこは強制的に行くことになってるんで何かあるってことかな。よし、あるかその前に。別にでもなんかあるわけじゃないな。なんだろう。いや、ちょっとセーブだけしとこう。なんか戦闘になったりしたら困るし。よし、じゃあ行きましょうか。ん、なんだ、女子高生。いたいた、待ってよ、しずこ。しずこ。ん、あ、ごめんなさい。ミキ、肩当たっちゃいましたね。あ、いや、気にしないでくれ。すみません。しずこ、待って待って。もう全然気づいてくれないんだもん、しずこってば。ごめんごめん、ミキ。ん？ん？あれはこの道をやんけ。え？しずこって、あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ何者？ああ、これ小野道夫くん。尾の道のマスコットキャラクターだよ。だよね。知らない？知らねえ。マイナーだね。確かにしずこ尾の道出身って言ってたもんね。え？なんだっけこういうのって。もしかしてキモキャラ？違うよ。あのしずこ、ゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。ありがとう、道夫くん。ちょっと待って、タイトルだけで泣きそうなんだけど、これ。しずこは物好きだね。そう？地元が尾道のしずこ。私、やっぱり道夫くんのお嫁さんになるのが夢なんだ。あの子か。手術しないと治らない病気なんだって。手術しないと、いや道夫くんのお嫁さんになれない。でも勇気がなくて怖くて。以前尾道にいた頃、手術に怯えていた病気の少女と出会ったことがあった。尾道は大好きだと言っていたから、俺が尾道の手術を受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこ、勇気出すから。しずこだ。しずこ、帰る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。ああ、ごめん、今日はちょっと用事があって、カムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ、地図も調べてきたし心配しないで。じゃあね、ミキ。うん、治安悪いから気をつけてね。じゃあね。大人になったな、しずこ。めちゃ美人になった。しずこの向かってのピンク道具か。ここは俺のことなんか覚えちゃいないだろうが、よそ見ってみるか。いやー、ここで尾道奥の関係のストーリーが来るのか。いや、しずこって言ったらね、龍が如く6でね、本当に尾道夫君のことが好きだった女の子がいたんですよね。うん、で、その子がですね、なんかちょっとまあ、手術しないともう、なんていうんですかね、死んじゃうかもしれないっていうような感じで、で、その子のために、キリュウさんが尾道夫君の着ぐるみを着て勇気を与えるっていう、めちゃくちゃいいストーリーがあったんですけど、あん時のしずこですか。別にしやれ。いや、ちょっとあまりにも驚きすぎて、なんで羽室町にいるんだとか思ったんですけど、引っ越してきたって言ってましたけど、僕的には本当その後のしずことか本当に知りたかったんですよね。まあ、その手術してどうなったのかなっていうのを本当に知りたかったので、いや、ここでそれが来るっていうのは嬉しいですね。
マジか。あれちょっと待って、これしずこなんか和慶衆に絡まれてねえか。これいいじゃねえか、遊ぼうぜ。ふざけんじゃねえぞおめえら。んお姉ちゃん暇、俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です、私もう行きますので。おっと待ちなよ、そんな釣れないこと言わないでさ。いいじゃん、そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います、迷ってしまっただけで。またまた照れ隠しなあ。お兄さんたちといい思い出作ろうぜ。誰か助けて。ガッ、おてめえの汚ねえ手で静子に触るんじゃねえ。やべ、かっこいい。なんだよこのおっさん、なんで私の名前を。目障りだ、さっさと消えろ。俺が本気で怒らないうちにな。やべえやつだな。おい大丈夫か、逃げるぞ。覚えてろよこのクソ親父が。やべえやつな、おめえらだろうが。ったく最近のガキは。あのありがとうございました。いや気にしないでくれ。じゃあな。あのもしかして桐生のおじさんじゃないですか？覚えてくれてるやん。え？やっぱりそうですよね、道夫君を私に会わせてくれた桐生のおじさん。こんなところで会えるなんて、お久しぶりです桐生のおじさん。しずこがまさか俺を覚えるとはな。だがしずこは俺が桐生一馬だとは知らないし、桐生一馬がどんな人間かも知らないだろう。変にそっけなくして気づけてしまってもよくない。普通に接するか。久しぶりだなしずこ、俺のこと覚えてるのか？忘れるわけないじゃないですか、私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ桐生さん。いやこれ桐生さん嬉しいよな、あんなちっちゃい子が覚えていってくれるっていうのはめっちゃ嬉しいと思うぞ。桐生さんにお会いできて本当に嬉しいです。ああ俺もだ、前に会った時はあんなに小さかったのに、もうすっかり立派なお姉さんだな。いえいえ全然、まだ高校生のひよっこです。あのあと手術はうまくいったのか？はい、お医者さんが頑張ってくださって、その後のリハビリもうまくいってすっかり元気になりました。それもこれも全部桐生さんのおかげですよ。俺は何もしていない。そんなことありません、手術を怖がっていた私を道夫君に会わせてくれたじゃないですか。道夫君は私に手術に立ち向かう勇気をくれました。あの勇気がなかったら私手術を拒否し続けて、もしかしたら悪い結果になっていたかもしれません。だから桐生さんや道夫君には本当に感謝してて、いつかお礼が言えたらなってずっと思っていたんです。でも桐生さんとは一度会っただけで、それ以外何もわからないから探せなくて、ずっと心残りだったんです。だから今日お会いできて本当に良かったです。俺もお前の手術がどうなるか心配してたんだ、こちらこそ会えて良かったぜ。でも桐生さんがまさか東京の方だったなんて思いませんでした。どうりで尾道を探しても見つからないわけです。お前こそ
どうしてカムロ町にいるんだ。尾道から引っ越してきたのか。はい、実は私医者を目指していて、その夢のために東京の医大に強い学校に入学したんです。それをきっかけに家族で上京しました。すげえな。医者か、すごいじゃないか。慣れたらですけどね。同級生もみんな頭いいし、ついていくのがやっとです。でも病気の私を救ってくれたお医者さんみたいに、私もいつか誰かの命を救えたらなって。だから一生懸命勉強して絶対に夢を叶えたいって思ってるんです。立派になったな、しずこ。素敵な夢だ。お前ならきっと叶えられる。はい、もし桐生さんが病気になったとしても私が医者になって治してあげますから、なんて。嬉しいこと言うな、おい。ありがとうな。その時はよろしく頼む。はい。さて、そろそろ行くか。お前行く場所があるんだろう。送っていくよ。この辺は危ない輩が多いからな。はい、ありがとうございます。さっきみたいな輩が多いからな。カムロ町ヒルズだったら逆の方向だったな。こんなところ、もう一人でほっつき歩くなよ。はい、迷っちゃって。今度からはカムロ町は一人で出歩かないようにします。そのキーホルダー、尾道雄のことまだ好きでいてくれてるんだな。もちろんですよ、道雄君と私結婚するんですから。はあ、そういえばそんなこと昔言っていたな。医者になって道雄と結婚か。もっといい相手を探した方がいいと思うぞ。なんでですか。道雄君は面白いし優しいし強いし、最高の旦那さんになると思いますよ。いや、あいつはなかなか面倒なやつなんだ。頑固だし不器用だしひねくれもんだしな。あの桐生さん、ん、野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど、道夫君として私を助けてくれた人ってやっぱり。ここにいたのか。探したぜクソ親父。来やがったこいつら。さっきの借りを返しに来たぜ。倍返しにしてやろうと思って。ダチも一緒にな。バカだなお前ら。桐生さん、安心しろ静子。下がったろ。お前は俺が守る。でももし怪我でもしたら。お前を守るためならちょっとの怪我くらい我慢できるさ。おいおい、どうした。もしかして逃げるのか。ああ、その煽りやめろ。逃げも隠れもしねえよ。子供の前でダセえ姿見せるキャラじゃねえんだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。出た、キル節かっこいい。どうなるか分かったんだ。覚悟してよね。お前らが倍返しに会うってことが分かってねえよ。だな。あー、でもなー、あっという間に倒したら面白くねえしな。でもいいや、さよなら。おい、二度と静子に近づくんじゃねえぞこらおめえら。状況だけはちゃんとやるよ。尾道雄がまたお前らをやっつけに来るぜ。桐生さん、大丈夫でしたか。ああ、この程度どうってことない。静子は平気か。はい、桐生さんが守ってくれたから、あの日みたいに。よかった、なら行くぞ。はい。静子はもう気づいたんだな、あの時の尾道雄くんが桐生さんだって。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。
気にすんな。好きでやったことだ。これ今日のお礼です。受け取ってください。尾道用のキーホルダー、うわー、いいのもらったな、キルさん。もしよかったらつけてくださいね。これでキリュウさんとお揃いだ。いいのか、お前の大事なもんなんだろ。それ私家に50個持ってますから大丈夫です。50個、そんなにいらねえだろう。ありがとうな。こちらこそ、キリュウさんには本当に感謝しかありません。私ダメですね、この年になってもキリュウさんに助けられてばっかり、与えてもらうばっかりで何も与えられない。キリュウさんに私ももっと何かしてあげられたらいいのに。しずこ、それは違うぞ。え？俺はお前に今日十分すぎるくらいたくさんのものを与えてもらった。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が元気になって、こんなに素敵なお姉さんになって、夢を追いかけて一生懸命毎日を頑張っている、そんなお前に俺がどんだけ勇気をもらえたと思ってる。キリュウさん、お前はきっと立派な医者になれる。諦めなければきっと夢を叶えられる。だから頑張れよ。お前の手で昔のお前みたいに苦しんでいる人たちを救ってあげてくれ。俺はいつまでもお前を応援しているぜ。お前の好きな道夫くんもきっとそう思っているはずだ。じゃあな、静子、元気でな。キリュウさん、ん？今までありがとう、お道。こっちこそありがとう、道。ありがとう、キリュウさん。うん、みちおくん。ああ、めっちゃいいかったな、これ。なんかもう望んでた通りのストーリーになってたな。いやー、まあここでしずこが出てくるのもなんかすごい良かったし。まあ、しずこはもう、キリュウさんが尾道夫だっていうことも気づいて、めっちゃいい話だった。これは、そうだな、もう本当1、2を争う感動ストーリーだな。ポケサーファイターの話も、僕はすごい良かったんですけど、ただやっぱこの尾道夫くんっていうのはね、やっぱり僕の中では結構印象が強いキャラクターなので、いやこれは良かったな。まあでも、まあ尾道夫くん自体は登場はしなかったんですけどね。でもそれでも、あのちっちゃいしずこがこれだけ大きくなってね、で、まあ、ここでキルさんと再会するっていうのもなんかすごい運命だなって思ったし、で、まあ、キルさんのことが、まあね、やっぱ尾道夫だって気づけたこともね、すごい良かったなと思うし、まあ、きっとね、しずこが、まあ、医者になってね、キルさんのことを助けてくれるんじゃないかなっていうのは僕は思うので、またね、登場してほしいですね。しずこも、また尾道夫もですね、いつか登場してほしいなって思いますね。はい。
じゃあ尾道夫の思い出、尾道で手術を行っていたあの静子が今東京の学生で医者になろうと頑張っているか。立派になったな。あの時尾道夫として勇気を与えられてやれてよかった。道夫は今も静子の力になっているようだ。静子の未来応援してるぜ。いやこの文章もいいな。いやいい話だった。静子立派になっていたな。あんなに小さかったのに。さてもう少しだけ神室町を回ってみるか。いやーよかったな。って言ってももう神室町なんだ、ここもなんか行かないといけないとこになってるな。まあでも今回はね、追憶ダイアリーっていう形だったので、今回はこの辺で配信を終わろうと思います。まあ本当素晴らしい今回も話でしたね。尾道夫くんのストーリーはやっぱり結構印象が強い方もおられると思いますので、まあ、もし尾道夫くんを知らない方はですね、ぜひ龍が如く6、こちらをやっていただければ本当に尾道夫くんがどういうキャラだったのかっていうのはわかると思いますので、ぜひやってみてください。はい、ちょっと本当に胸がすごい熱くなったな。はい、じゃあ今回はこれで配信終わろうかと思います。で次回もうここ今度この場所に行ってみようかなと思いますので、はい、次回また神室町でよろしくお願いいたします。よろしかったらチャンネル登録、また高評価、あとコメントなどもよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。岡山のマー君でした。どうかしたんですか。アンパン、食パン、ミーパン、尾道夫最高だぜ。